株式会社ゆりかもめは、東京都内で鉄道事業及び軌道事業を営む株式会社。東京臨海ホールディングスの子会社で、東京都も出資する第三セクター方式の企業である。1988年設立時の称号は、東京臨海新交通株式会社だったが、1998年4月1日に運営路線の愛称名を称号とした。 運営路線の詳細については、正式名称である、ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線の項を参照。速報案内式の新交通システム車両で、軽量ステンレス製車体。先頭車両に記されている。編成番号は19.20、29.30、49.50。が、欠番で、原油車両は31以降となっている。ゴムタイヤを履いている。 電気方式は参照、交流 600V、ATO、a t c などの保安装置のバックアップにより、無人運転されるが、好天時や、研修の時期に、有人運転される場合もある。なお、7000系の4次車以降は1から3次車と、制御方式が異なり7200系として区別、されるが、外観に大きな違いはない。 ただし7200系のうち2005年製のものは、カラーリングが異なるなど、製造年度による細かな違いがある。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。ユリモは、株式会社ユリカモメが、東京臨海新交通臨海線の開業10周年、及び2006年の有明駅と四洲駅間開業を記念して2005年に登場させたキャラクターである。 路線愛称の由来になった東京都の都鳥、ゆりかもめをモチーフに、胸に、ゆりかもめのシンボルマークが描かれている。ABCDEFGHIJ 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄30号モノレール、新交通システム、工作鉄道、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、 2011年10月16日、23ページ。ABCDEFG 第31期決算広告、会社概要ゆりかもめ国土交通省鉄道局、監修、鉄道要欄令和元年度版、電気車研究会、鉄道図書館公開、鉄道ジャーナル第32巻第7号、鉄道ジャーナル社、1998年7月、98から99ページ。 ユリカモメ新型車両デビュー。ユリカモメ。2013年3月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年11月27日閲覧。AB ユリカモメ。新型車両7300系の営業運転開始。両開きドアとロングシート採用レスポンス。2014年1月19日。新交通ユリカモメ向け全自動無人運転車両48両。 発注2020年に向けて導入三菱重工。ゆりかもめは、新型車両を導入します引くゆりかもめ、2018年3月29日、閲覧。ゆりかもめ新型車両7500系デビュー。ゆりかもめ、2018年11月12日閲覧。ゆりかもめ7200系車両の引退について引くゆりかもめ、2020年10月15日閲覧。 消費税率引上げに伴う、運賃改定についてのお知らせから、ゆりかもめ、2019年9月6日。ありがとうございます。